株式会社、参考タクシーは、三重県四日市市に本社を置く三重交通グループホールディングス参加のタクシー会社。タクシー会社では、三重県下最大規模。1944年に、三重県内の7運輸会社が合併し三重交通が発足。それぞれの会社の貸切徴用自動車部門は、新会社に引き継がれた。しかし、戦時中はほぼ休業状態となり、 戦争直後も鉄道やバスの復興に主力を注いだため、タクシーの整備が始まったのは1948年頃からであった。1951年頃からタクシー事業が急速に発展したが、鉄道やバスに対して業務体系に本質的な違いがあったため、分離独立させることとし、1952年より30県各地にタクシー会社を設立。 統廃合を繰り返し、2007年に系列会社を一本化した株式会社三考タクシーとなった。2019年3月には、土域でのタクシー営業を取りやめるとともに、津営業所にあった本社を四日市市に移転した。三考タクシー島営業所2019年3月31日、現在、車両数は164両。松阪市の旗戸の長建地区。 コミュニティバスの運行を受け負っている。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。ありがとうございます。